急離着。本シリーズからついに美獣モードナルトが登場。圧倒的な強さで敵を打ちのめす。ゲーム参戦キャラクターは70以上。世代を超えた夢のバトルが実現。忍びの戦いはニュージェネレーションへ。ナルト疾風伝ナルティメットストームジェネレーションは2月23日発売予定。今夜は萌えコンの2人がナルトの原作やアニメでは絶対にありえない設定で夢の対決に挑戦。もちろんバトルに勝った方には素敵なご褒美を差し上げます。まずはこれぞ夢バトル、暁のリーダー VS 四代目ホカゲ。ミナトはですね、時空忍術っていうですね、一瞬にして相手のところまで行くことができたりしますんでね。はい、チャクラが足んなくなったら三角ボタンを長押しにしてもらえれば、はい、ドイツ結構ペイン強いですね。三角ボタン長押しをしてもらうと、そうですね、ペインも覚醒を、はい、あっと、続いては霧隠れの忍び刀七人衆対決、ザブザ VS キサメ。うまく覚えてますか？三角バツ、はい、三角丸ですね。三角丸を使ってもらって、あ、そうですね、はい、あ、三角丸だけでこんな攻撃が、ちょっと待って、サメ出てるし、ね、さすが。でさらに、2人とも三角ボタン長押しをすると一発逆転も覚醒できますね。来ました、鬼人モードですね。後ろ鬼のようになりますね。そしてサメアダが覚醒するとこの融合体になって私もすら勝ってきますね。これも初めてお見せする感じなんですけど、やっぱりこの対決は外せない。美獣チャクラモードとスサノオの激突はあるのか。戦闘開始。あ、ちょっと急に下がって、ちょっと待って、ごめんなさい、お弁当に向かっていかないで。三角ボタン長押しをして、おっとここで、おー、来た、いっぱい一気に来ましたね。これでチャンスに三角ボタン長押しをすれば、私じゃないか。あ、来た、おっと、これ扇が入ってきたら、これ決まっちゃうかもしれないですね。待って、これはなかなか。